ニンテ DS のゲームソフトである。ここでは Wi-Fi 対応ヤクマン DS も記述する。任天堂が発売したヤクマンシリーズとしては3作目に当たる。この作品は前作までオリジナルキャラクターだったが、今作はマリオシリーズのキャラクターが採用された。イカ様はなく、思考ルーチンも本格的である。これまでのヤクマンシリーズと同様、 取扱説明書の後半に役万のしおりが添付されている。基本的に京都ローカルルールを基準としているため、標準ではなしなしに設定されているが、後付けをしていても、積も上がりの場合は問題なく上がることができる。一人用対局では、対局相手やルールを自由に選べる、フリー対局、他のキャラクターとランクを競う、ランキング対局、 隠しキャラクターを出現させるために挑戦するチャレンジ対局の3つのプレイモードがある。一部のチャレンジ対局を除くすべての一人を対局モードではジュゲム先生によるアドバイスや危険牌予測機能を利用できる。フリー対局のみ順を遡って手配を再構築できる機能も利用できる。基本的なルールから解説してくれるマージャン入門。 役や用語を網羅した、麻雀辞典なども搭載している。赤五トンズ割れ目ドボン、二小星縛り、東風船、西シールといった各ルールにも対応している。ローカル役は、オープンリーチ、三連国、四連国、大車輪、人は、十三不等、数え役万、八連ちゃん、流し万願を搭載。また、国士無双十三面待ち、 4暗号短期、純正9連法塔 O4 機を2倍役万とするルールを採用。Wi-Fi 対戦は、友達限定対局と、全国対局ができた。特に、友達限定対局は許可した相手に限り、ボイスチャットを使うことができる。また、標準ルールがありありである。なお、イヤホンマイクは、この、Wi-Fi 対応役万 DS と同時に発売された。 キャラクター目の横に記した星は CPU の強さを順位はランキング対局モードにおける初期ランクを示す。なお、プレイヤーが選択したキャラクターの初期ランクは20位となり他のキャラクターの順位が繰り上がる。キャラクターのボイスの多くはマリオカートダブルダッシュからの流用となっている。キャラクターの特徴は CPU として登場した場合のもの。 プレイヤーが使用した際の違いはない。ありがとうございます。